もや貴様らが我が玉座の膝元にまでやって来ようとは。いや、それは違うな。来たるべくして貴様らはやってきた。そのしぶとさも、イーリスの飼い犬としての呆れるほどの忠誠心だけは認めてやる。あらまあ、魔人様にお褒めいただけるなんてとっても光栄ですこと。もうすぐだ、魔人よ。もうすぐ俺たちはお前の前へと立つ。長きにわたって続けられてきたこの闘争に永遠の終止符を打つために。ほざくがいい。言うだけならば誰にでもできるが、そこまでの大言を吐くのならば、こやつを倒して我が前へとたどり着くことでその資格ありと証明してみせよう。我が先兵が一つにして聖域の門番、嘆きの英雄をな。やってみせるさ。俺たちはそのために来たんだ。行くぞみんな。はい、勇者様。気をつけてください。行くぞ。俺のソウルよ、燃え上がれ。勇者の一撃受けてみろ。そりゃお姉さんに任せ。
の無駄遣いじゃって。成し得ようとすることの無意味さ、それを我自身の手で享受してやろう。勇者様、うんうん、いや、それはなかろう。そうね。あ、わかった。Thank you.
は引くぞ。俺が相手。ここは引くぞ。さあ、死に添えた方が良さそうに。聖域を越えた先にこんな場所が広がっていたなんてね。そのまま決戦ゴーゴーって思ってたから、ちょっぴり拍子抜けなのだ。気を抜くなよ、二人とも。ここが敵地なのは変わらないんだ。だけど、本当に静かだな。まあ、どうしてなのかしら。この先から感じ取れる清らかな光のせいなのかもしれません。行ってみようよ。これは瓦礫が光を放っておるのか。が、しかし熱量ゼロ、魔力エナジーではありますが、陶器の機能では分析不可能です。面目ありませんが、未知のエネルギーと呼称するより他はございません。ソウルだよ、これは。俺にはわかる。これはかつてここまでたどり着いた歴代の勇者と乙女たちが残していったソウルの足跡なんだ。の皆さんの励ましの声が。うん、うん、分かってるよ。クンカたち、最後まで頑張るからね。皆さんの思いと願いは私たちが誇りを持って受け継ぎますから。東大の勇者よ、乙女たちよ、よくぞここまでたどり着いてくれた。君たちの奮闘を我らは誇りに思う。が、今一度だけ振り返ってほしい。それは本当にあなたたちの意志か。与えられた使命を責務として果たすことしか考えてはいないか。もしそうならば、あなたたちは魔人に勝てないでしょう。それほどまでに魔人エクリプスは強い。力や魔力でなく、ソウルそのものが強いのだ。圧倒的な恨みと怒りと嘆き、それこそが魔人の力の根源。それに対抗しうる確たるものをあなたたちは見出さねばならない。魔人の暗き情念と向かい合っても、なお揺らぐことなき強い思いを。君たちはきっとそれをすでに得ている。これまでの旅の中で、きっと気づき、認め合って確かめなさい。それを見出したとき、我らは君たちを決戦の地へと誘おう。変貌の玉座、決して届かぬと知ってなお、春の陶器天へと向かって。今もなお遠差の方向を放ち続けている魔人エクリプスの弟。なるほど、それで
私のところに来たのね。ああ、ここまで一緒に旅をしてきて、俺が一番心を開いて話せた相手はアニーニャだって思ったからさ。良いところも悪いところもありのままの俺を見ていてくれた君なら、俺自身では見つけられずにいる答えをきっと見つけてくれるって思うんだ。ありがとう、頼ってくれて。それは私じゃなくてファルシアに相談するべきじゃないのかな。なんでファルシアになるんだ。あた、この超鈍感あの子が本気でかわいそうになってきたわ。いい？よくお聞きなさい。ファルシアはあなたのことが好きなのよ。かけらも気づいてなかったなんて言ったら、もう一回殴ってあげるからね。勘弁してくれよ。それにあいつはそんなことを一度だって理由に言えないのが乙女心ってものじゃないのよ。男の子の方から察してあげないと。さ、分かったのなら今すぐファルシアのところへ。行かないよ。ちょっと、俺だっていろいろと考え抜いてパニーニャのところへ来たんだ。俺のことを一番理解してくれてて頼りになる相手だって思ったからここへ来たんだ。それはレインの勘違いよ。私みたいな面白がってデマを広めたりいたずらばっかしてる相手なんかに真面目な相談事するなんてよくないって。そんなことない。俺は知ってる、パニーニャがいつもみんなのことを大切に思っているって。ほどけたり嫌なことを口にするのも全部ちゃんと考えがあってのことで、そのおかげで俺たちはいつでも安心して旅を続けてこれたんだから。買いかぶりすぎよ。そうだとしても俺の気持ちが変わったりはしないよ。好きだパニーニャ。つかず離れず俺たちを守ってくれていた、そんな君の優しさが好きなんだ。ダメよ、そんな。あなたはほら勘違いしてるだけ。私がそういう気配りをしてたのは年長者として当然のことってだけで、そんな目したらずるいよ。パニーニャはどうなんだ、俺のことそういう目では見れない。年下の弟みたいでしかないのか。答えてくれなくちゃ納得できないよ。お願いだから。好きだから構って構われて嬉しいんだもの。そうでしょ。でもファルシアがあなたのことを好きってずっと前から私は気づいてて、応援してあげたくって。だからパニーニャ、私はバカだったんだ。最後に譲ればいいやって身勝手に考えて、過ぎたの。お姉さんぶってからかって一人遊びみたいに満足して、親しくなればなるほど離れがたくなるって知ってたくせに自分に嘘ついて、こんなことにだけは絶対したくなかったのに。無理だよそれは。俺にとってファルシアは幼馴染で家族同然なんだ。あいつには悪いと思うけれど、それでも気持ちは変えられない。嫌われたとしても嘘だけはつきたくないから。レイ、それは君に対しても同じだよパニーニャ。受け入れてもらえなくても俺の気持ちに嘘だけはつけない。だが拒むのなら徹底的に。そんな優しい言い方されたら拒めなくなっちゃう。
よ。受け入れてほしい、パニーニャ。俺は、君が、いいんだ。マルシアのことは考えなくていい。それは、あいつと俺の間のことだから、きちんと、二人で解決するよ。君が、気に病むことなんてないんだ。俺の前ではもう強がらないで。好きよ、レイ。私もあなたのことが好き。暗き情念を向けられても決して揺るがぬひたむきな思いを、共に手を携えて苦難へと立ち向かっていくことのできる魂の伴侶。うっ、おめでとう。これであなたたちは真の意味での勇者と乙女となったのです。かつて虹の乙女と呼ばれたイーリスと、今は名も知れぬ人間の勇者と同じく。そうか、そうだったのか。約束だ、今こそイザナオを遠望の玉座へと。負けないで、決して絶望だけはしないで。レイ、私の愛しい子。まさかあなたたちは。勝利を祈っているよ、我が父さん、母さん。お父様とお母様のためにも、もう一頑張りしなくちゃね。行こう、みんな。ミザールの町？うん、そこの治療院に入ればきっとペルチちゃんの病気も良くなるよ。アルシアがね、ペルチェのために特別にお願いしてくれたんだよ。うん、ありがとう、マルシアお姉ちゃん。本当は魔人と決着をつけてからお見送りしてあげたかったんですけど、万が一のことを考えて先に手続きを済ませておきたかったんでしょ。はい、負けるつもりはないですけど、それでも絶対とは言い切れないから、せめてできることだけは。ねえ、リフルはベルチェと一緒についてってあげてもいいんだよ。レインたちにはコンカがうまいこと言っといてあげる。
うか。それじゃあ約束を破っちゃうことになるもの。でもそれにね、そのことについてはもうベルチェと話をしてあるんだよ。リフルは最後までみんなを手伝うよ。お手伝いしたくベルチェの分まで頑張るの。それがあの子のお願いだったから。そっか。ねえ勇者様。なんだい？ベルチェ、どうしても治療院に行かなくちゃダメなのかな。ずっとここにいたらダメなのかな。発作で苦しくても我慢するから。知らない場所になんて行きたくない。みんなと一緒じゃなきゃやだって泣いて、ただこねたら。どうしてそう思うんだい？だってベルチェは迷惑ばかり、ずっとずっとかけてるから。わがまま言っちゃダメなんだもん。そんなことしたら嫌な子になっちゃう。きっと嫌われちゃうよ。そうか、だからペルチェはずっと俺たちの前ではいつも笑顔でいようとしていたんだな。おいで。ペルちゃんがいい子でいようとしたのは間違ってないし、すごいなって思うよ。でもそのためにペルチェが無理をして笑えなくなるのは、それぐらいならわがままを言われたりダダをこねられた方がずっといい。お互いの嫌な部分や弱い部分も隠さず見せ合って、お互いに許し合って、こうやって甘えたり甘えられたりして、家族ってそうなんじゃないのかな。家族？ああ、俺はペルチェの家族だよ。みんなだってきっとそのつもりでいる。だから遠慮しなくてもいいんだ。ずっといい子でいなくてもいいんだ。本当に行きたくないのなら無理なんてしなくたっていいんだよ。ううん、もういいの。お兄ちゃんに言われて分かったよ。ベルチェは本当の気持ちを、ただ誰かに聞いて欲しかったの。それだけなんだって。そっか。ねえお兄ちゃん、もう一つわがまま言っていい？見てごらん。今夜だけ一緒に寝てほしいの。ずっと手をつないでてほしいよ。お兄ちゃん。大Thank you.
行くぞ。ここは引くぞ。俺が相手。すべての総力今一つに。みんな怪我はないか。私としてはセンチメンタルな意味じゃなくて現実的な意味で悲しくなるわ。このてっぺんまで登るんだもの。もうパニーニャさんってば。確かに浸ってる場合じゃないな。ここからがむしろ本番なんだから。そういうこと。
任せろ。みんな、
任せろ。ここは引くぞ。任せろ。ここは引くぞ。頑張っちゃうんだけど、知り添えた方が良さそうね。俺が相手だ。受け、任せてください。くでござる。俺が相手だ。
行くぞ。
ろ、ここは引くぞ。行くよ、アイマイなのだ。行くぞ。行くぞ、ここは引くぞ。魔人が何を思い今に至ったのかはわからないけれど、でもそれが今日まで人々を苦しめてきた免罪符にはならないと俺は。急ごう、最上階はもうすぐだ。行くぞ、ここは引くぞ。
方が良さそうね。任せろ、ここは引くぞ。行くぞ、ここは引くぞ。さあ、退いた方が良さそうね。